大正寺は、山形県東沖北間郡高畑町亀岡にある、新温州地山派の寺院。亀岡文殊の通称で知られる。三号は、松光山。本尊は、大日如来。この寺の文殊菩薩は、亀岡文殊と呼ばれ、寺院の通称ともなっている。安倍文殊院、霧戸文殊と共に、日本三文樹の一つに数えられる。年直により、 徳一が文樹菩薩を安置したのに始まると伝えられ、古くは文樹寺と合していた。戦国時代にこの地方を領した、伊達政宗の数敬を受け、天正十九年彼がこの地を去るとき、岩出山へ共に移る、四福寺の古金を納めた。関ヶ原の戦いの直後の慶長七年、直江か熱具は、法能師科会を主催して、植杉家、主従十七名が集まり、 百種を奉納した。直筆短冊のほとんどが当時に残る。江戸時代には徳川綱吉の信仰を厚く、中納言格と文樹道僚として主印状が与えられた。文樹道は1914年の再建で伊藤忠太の設計である。学問に霊言ありとして参拝客を集め、初詣で受験シーズンにも賑にわう。この影は藤原正頼により、 永任4年に鋳造されたものだという。前田利益、大国兼より、春日元ただ、岩井新王安田の大元ら、ありがとうございます。